では次の方、前へお願いします。現代政策学部3年生横山祐樹さん、発表する本は乙一作失われる物語、はい、それではよろしいですか。はい、それではスタート。皆様こんにちは。こんにちは。それでは早速私のレビューを始めていきたいと思います。私が今回選ばせたこちらの書物なんですけれども、出会ったきっかけとして、はい、出会ったきっかけはですね、僕が中学3年生の約今から5、6年前ぐらいの時なんですけども、その際にやっぱ受験勉強とかで親とか先生に本を読めってよく言われまして、で当時僕も本にちょっと抵抗感があったんですよね。でその中でうちの母親がこちらのペンネームおついさんを、ゴスというホラー系の小説を読んでおりまして、そこで僕も試しに手を取ってみて読んだのがきっかけでした。その際に、本が苦手な僕でもこんなにスラスラ読めるんだ、この1ページをめくる瞬間の楽しさをおついさんが僕に教えてくれて、ついついこうめくってしまったんですよね。でそういった中でやはり学校の図書館とかでも借りたりよくやってた時に、たまたま僕が本屋に行った時にこちらの文庫本の脇休みになっておりまして、あ、いつも漫画しか買わないけど僕の知ってる書籍の人が平積みに置いてある、これはちょっと面白そうと思って手に取ったのがきっかけでした。で実際にこの本を読んでみて僕は結構変わるところがあったり、それもちょっと後に述べていきたいと思います。でこちらの本を紹介させていただく前に、おついちさんの紹介とどんなふうなものを書いているのかと紹介させていただきたいと思います。おついちさん、なんか名前聞いてるとすごいおつな方だなって思うんですけども、おついちさんっていうのはペンネームの名前でして、大体3つぐらいのペンネームで、ホラー系の推理小説だったりとかを書いています。でおついさんその本を書くきっかけも、結構これに付随してあるので述べさせていただきたいと思います。おついさんは当時学生の頃にやっぱり小説って結構ライトノベルとか若者の小説読んでたんですよね。でもやっぱり若者向けの小説ってこうどうしても内容が薄いものがあったりとか、ちょっと絵とかで表現をごまかしてしまう、そういったその自分が読んでライトノベルの世界観を変えたい、じゃあ自分の書こうと思ったのがきっかけで、17歳の時に主要作品として夏と花火と私の死体というのを出すんですよね。でこれがものすごい少年ジャンプの第6巻の少年の大賞に選ばれて、もう17歳からデビューするの才覚がありました。で実際そのおついさんが書いている小説というのは結構ホラー系の、結構頭を考える推理系の小説が多いんですけども、ただそれがやっぱ僕らでも誰が読んでも分かりやすくて、こうちゃんと種を用意してあるから後々読み返すと、あ、これこうだったんだ、あーってもう結構こう感動を味わえるので、何週読み返しても面白い本を書いております。でその中で今回こちらの失われる物語はですね、おついちさん代表作5作品をこちらに収録、短編集を収録しまして、プラス2作品でオリジナル1作品、後書き1作品を追加しております。で今回僕はその中から後書き1作品の嘘家の刀で嘘家のを紹介させていただきたいと思います。こちらの嘘家の主人公が高校生なんですけども、見たい新番組のアニメがあるということで、たまたま友達にごめん俺彼女を待たせてくださっていうのがきっかけで、徐々に嘘をつき始めるんですよね。そうした中でだんだんノートの一冊設定書ができ始めるんです。でそういったやっぱ自分を偽り続ける辛い日々に、たまたま友人の池田くん、当時ナメクジとか言われてすごい気持ち悪いような幼少した子なんですよね。でもそんな子でも実は一ついいことがあって、それ何かというと彼女がいたんです。でもその池田くん、過去ナメクジくんは残念ながらかなりも嘘家を作っているの で当時その友人、自分主人公を見破られちゃうんですよね。お前嘘家だろって言われて、でもそこからお互いにやっぱその知り合い、お互いした知り合いの秘密を共有して、お互いにじゃあこれ俺電話するからねとかメールするからねってこう一生懸命こう秘密を隠そうと頑張るんですよね。でただ頑張るだけじゃなくて、やっぱお互い の, その理想の彼女に近づけるために、彼女がテニス好きだって設定だったら、じゃあお前もっとテニス頑張れよって、じゃないとお前通じないぞとか、主人公にギター頑張れよって言うんですよね。でそうやってお互い熱い青春を送ってくるんですけども、そこでトラブルがありまして、友人の池田くんがバレてしまうんですよね、その嘘家の設定。で
でそういった高校生のやっぱその辛い場面で大抵小説はなんか終わってしまったりとかあるんですけども、ちゃんとこの小説にはこちらが用意されています。それを主人公がどういった行動を取るかっていうのを僕はこれを読んでいただきたいと考えています。なんで読んでいただきたいか、多分今聞いている皆さんのイメージですとこれが50ページくらいのものだと想像してるんですけど、実はなんと14ページたった14ページでオチまでちゃんと語られているっていう素晴らしさがあります。で僕がこの時感動したのは、中学校で本が読みにくかった、でもたった14ページでもうこんなに急展開して書けるの、しかもちゃんとその段落負けて書いてある、いやすごいなこれってすごいもう僕は感動したんですよね。なのでぜひ一回読んでみてください。どうもありがとうございました。続きまして2分間のディスカッションタイムに入ります。それではどうぞ。ホラー作品って聞いたじゃないですか、はい、そのあんまり 怖いとかってないんですか、そのなんかその例えば、はい、貞子で言えば何分の何とか貞子の何度入るぐらいとか、大体で、はい、あの落合さんの怖いところというのはその人間 この暗い部分を出すんですけども、それを普通に平然と出すんじゃなくて、表では普通の明るい人でも裏では暗い、そういう人間のところ闇の部分を結構出してるんですよね。でそれをなんか復讐の殺人劇だとかじゃなくて平然と淡々と語っていくスタイルがやっぱその現代の闇にも通じるものがあって、特に学生なんかも感じるもの、やっぱ人間関係の暗いところあるじゃないですか、こう言葉にないけどなんかこう通じるこうプレッシャーみたいな、それを出してるので、ああこの人が来て違うなっていうのを僕は感じました。すみません、ありがとうございます。はい、おついさんの紹介するときに見た、はい、おつゆさんって結構愉快な方で、小説もよく書かれてるんですけども、若者向けの小説から大人の後半向けの小説までいろいろ読んでたりとか、あとはラジオ番組とかも一時期出演してて結構明るくて愉快な方で、まあ、ウィキペディアとかにも書いてるのでよかったら見ていただければ分かりやすいかなと思っております。はい、他に何かあればぜひぜひ。いただきますけど、どうですか、ね、あ、ありがとうございます。短編集ということで、はい、そうですね、失われる物語が、まあ、実際におっしゃっているのが結構マイナスなイメージがあるんですけど、ただそうですね、こちらの短編集としては5作品、まあ、全部違う作品が入っているのはいろんな世界だと思います。さっき言った遅からない高校の青春物語から失われる物語の暗いダークな話から主人公の初だって話、さまざまな話があってこそこちらの小説は人生を語っていると僕は思うので、ぜひ読めて読んでいただきたいと考えております。以上、ありがとうございました。ありがとうございました。